盲点ン,ンの出生証明書、クリスチャン盲点ン,ンは、成年月日と死亡年月日が確かな人物のうち、世界で2番目に長生きした男性。存命期間は115歳252日。2012年12月28日に、日本の木村次郎衛門に追い抜かれるまで世界で最も長生きした男性として記録されていた。なお、 ギネス世界記録公認の男性の歴代長寿世界一は長く日本の泉守千代だったが泉の青年の信憑性に疑問が指摘されるようになり2012年版のギネス世界記録では105歳説のある泉に代わって115歳の盲点線がこれまでに最も長生きした男性と認定されたデンマーク生まれデンマークでは 農業や仕立て屋などをしていたが1903年にアメリカへ移民として渡り様々な地域で牛乳配達など多様な仕事をして過ごした。短い期間結婚しており子供はいない。1978年にはカリフォルニア州に移り住んだ。1998年4月115歳252日で死去。 男性で世界で初めて115歳を迎えた人物でもあった。クリスチャン・モーテンセン、115、アマング・オルデスト。ニューヨーク・タイムズ。h t t p w w w n e t i m e s c o m 1998、05、03、アス。クリスチャン・モーテンセン -115、アマング・オルデスト。html2015 年9月11日、閲覧。abc。 京都の木村さん男性長寿世界一に引く長生きの秘訣は前向きブルームバーグ2012年12月28日2015年9月12日閲覧ありがとうございます